ジャン君、さっきジャン君が通りがかったらアンズちゃんが色めき立ちましたよ。おにょおにょおにょって言いましたよ。ジャン君、この人ジャン君のファンみたいなんですけど。ジャン君行ってあげたらまた。避難しとけばいいの。アンズちゃん、棚2階初登頂です。そしてそれを見ていたポンちゃんです。怒られちゃうのかな。ポンちゃんは厳しいよ、指導が。いい経験したね。あ、本当だ。あ、自分で閉じちゃったな。開けてあったな。それかこれを置いた時に閉じちゃった。両方ね開いてるよ。ボールの変な形を作ってみました。しおんくんどうでしょう。
どうですか？特に興味ない。ないですか？はい、しおんくんチェック中。入る勇気ある？首入れました。出ました。はい。なんか昨日も昼はここでご飯だったね。そうだっけ。で夜は向こうだったね。じゃあこっちの中入って。そう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 。はい。なんだって。ハナちゃんカリカリの方が最近すぐ食べるね。うん。お酒でお兄さんがお掃除してくれてるよ、アンズちゃん。よかったね。もう食べる？下げようかと思ったんだけど。はい、シャンパンどうぞ。アンズちゃん、これ違うよ。しようかなね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。出る？アンズちゃん出る？ないな、これ。アンズちゃん、これ食べる？見てる味。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。アンズちゃん、はい、どうぞ。やっぱりお休み中ですね。なんかだんだん外にいる時間が長くなってるからさ、ひっきりなしに出てるね。アンズちゃん、アンズちゃん今毛づくろいしてるよ。ペロペロしてますよ。アンズちゃん毛づくろい。アンズちゃん、アンズちゃん、ふふふ、ぐる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 。はいはい。ダメでしか、なんか変な感じがするんかい。はいはい。やっぱり包まないとダメかな。そうだね。じゃあ今度包もうね。これさ、何回かさ、あ、ごめんね、ネットに入れたりとかしてもさ、譲渡会に行かなければ、ちょっと慣れたりしないかな、ネットに。まあちょっとずつやってもいいね。うん。状態でやってみる？いや、ネットに入れようかな。あの目の粗いやつに入れてみようか。今？うん。まあ嫌がるかもしれないけど、ちょっとずつ慣らして。そうだね。うん、あるならそれで。なんか察知した。シアン君。よいしょ。ジョジョ君だったり、シアン君。いいね、いいね。あらやで。
二人でここいで逃げた逃げた、うん、はい、やがてあたたかに行きました。タップだけだったらいいのにね。じゃあ次の機会を目指します。いいや、ずっちゃん、どうぞ。チャックはなんでずっとこの通して固まってるの？チャック、よいしょ。あんずちゃんに通路を作ってあげよう。はい、どうですか？あんずちゃん、これだったら人から見えないところを通れますよ。はい、シオンくんがちょっと試してみよう、やめました。不安？そこさ、穴もしかしてさ、うん、これみたいにさ、穴開ける、ここがね、うん、なんかこうやってうにょって入らないで、ここが切ってあって、うん、トンネルみたいになってたらどうかな。そうね、今形を保ってんのはこれのせいなので、うん、こういう切り方だったらいいけどね、うん、これがないとへにょっていくね。そうだね。はい、シアン君、はい、試してあげてください。少し切って入りやすく、ここに来るんかい。少し切って入りやすくしてみようかにゃ、うん、それかあの上をとんがり屋根みたいにして、もうちょっとこう高さをつけたら入りやすいかな、うん、まあちょっと様子を見てみましょう、うん、多分チャコちゃん改めモナモナカちゃんだったら入りそうだけど、うん、ちょっとうちの人たちね、全員大人はちょっとビビりなのでね。だんだんこれが減っていくね。うん、これつけなきゃ。切って、シオン君が全部出しちゃうんですけど、
はい。おやつくれるって。あんずちゃんどっちがいいの？あんずちゃんどこで食べる？しますか。はい、サンドちゃんどうぞ。どちら、サンドさん。気がつかないかな。チョコなのかい。あ、ダメダメダメ。あなたにはじゃあこっちね。はい。あなたと置くね。いいの？